ユーゴスラビア共産主義者同盟。ユーゴスラビア共産主義者同盟は、社会主義政権時代のユーゴスラビアにおける一党、独裁政党、共産主義政党。上から、セルボクロアチア語、キリル文字、セルボクロアチア語、ラテン文字、英語。第一次世界大戦後、セルブイコールクロアートイコールスロベーヌ王国、セルビア人イコールクロアチア人イコール、 スロベニア人王国が建国され、1929年にはユーゴスラビア王国と解消した。そんな中、ロシアでの10月革命の影響を受け、第一次大戦前まで分裂していたセルビアなど国家構成体内の社会、民主主義政党が結束し、1919年、ユーゴスラビア社会主義労働者と共産主義派、SRPJK を創設。 共産主義インターナショナルに参加するから、初のセルビア議会選挙で、第三党に躍進し、ベオグラード市長選に当選するなど、着実に勢力を固め、支持を広げていった。決闘の一年後に当たる1920年、SRPJK は、ユーゴスラビア共産党、KPJ と解消した。王国内の諸政党と違い、KPJ は、ストライキやデモによる、 大衆運動で支持を拡大し、その中で共産主義革命を成就する道を歩む政策を取っていた。そんな KPJ の転機となったのは、ボスニアのトゥズラ近郊で起こった鉱山労働者のストライキである。このストライキで結果的に警官一人と鉱山労働者四人が死亡したことに対し、政府は KPJ をストライキの死亡組織として一時的な非合法化を通告。 また1921年には、恒久的に、非合法化された。非合法化により地下活動を余儀なくされた、KPJ だが、1926年に、オーストリアのウィーン、1928年には、ドイツのドレスデンで秘密会を招集するなど依然として、一定の勢力は、保っていた。しかし階級闘争において、 重要な役割を果たしていた党員は、すでに勢力を衰退させていた。さらに1929年に独裁的なアレクサンダル一世は、国王に即位し、すべての政党が非合法化されると、KPJ に対する弾圧も最高潮に達した。弾圧を逃れた、KPJ 党員はソ連へと亡命するも、今度は、スターリン、ソ連共産党指導者による、大粛清の標的となった。 こうして、KPJ は、ユーゴスラビア全体における、共産主義者のまとめ役としての立場を失い、崩壊の危機にさらされた。そんな中現れたのが、1937年より、KPJ 書記長に就任し、党の指導権を握った、地党である。彼はコミンテルンからの指導を受け、KPJ の活動を再び活発化させるとともに、反ファシズム闘争への準備を進めていく。 アレクサンダル一世暗殺後、ユーゴスラビアでは、パブレ・カラジョルジェビチによる、殺傷政治が続いていた。ユーゴスラビア政府は、アレクサンダル一世死去後、親ドイツ政策を取り、1941年には、日独位三国同盟に加盟したが、国王ペータル二世の指示を受けた反ドイツ派が、クーデターで新政府を樹立、中立を宣言した。その10日後、ヒトラー率いるナチスドイツの侵攻。 ユーゴスラビア侵攻に屈服し、国王ペータール二世と政府交換は亡命。ユーゴスラビア軍は数軸国側に降伏した。これにより、クロアチアがクロアチア独立国としてドイツの傀儡国家となり、その他のユーゴスラビア領土もドイツ、イタリア、ハンガリー、ブルガリアといった数軸国が分割占領した。これらに対し、地頭など共産主義者たちは、 国王支持派などを取り込んでヨーロッパ最大のパルチザン勢力を結成しイギリスやアメリカの支援を得て祖国解放闘争を行った連合国側は,はじめ国王支持を表明していたが1944年からは地頭率いるパルチザン勢力への支援に切り替えた1945年パルチザン勢力は自力でユーゴスラビアを解放することに成功したこれは 他の東ヨーロッパ諸国と違い、ソ連軍の支援を受けずに達成されたものであることから、その後のユーゴスラビアとソ連の関係に大きく影響することとなる。1945年11月に憲法制定議会選挙が行われ、民主党などがボイコットを表明する中、KPJ を中心とする人民戦線が91%の得票を獲得。これを受けて、審議会は、 王政の廃止と、ユーゴスラビア連邦人民和国、1963年、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に解消の成立を宣言し、地頭が首相兼国防省となった。1948年、KPJ は第5回党大会を開催し、ソ連追従政策の取り消しと、自主管理社会主義と呼ばれる独自の路線を採択した。これが、 東ヨーロッパ諸国を衛星国にしようとするスターリンの激林に触れ、同年、KPJ はコミンフォルムから追放された。翌1949年には、ユーゴスラビアはコメコンからも除名されている。自主管理社会主義とは、地頭がパルチザン闘争時代の同志であるミロマン・ジラスの影響から、労働者による経済自主管理システムの導入。 党と国家の文言下などを進めた、ユーゴスラビア独自社会主義政策で、ソ連を中心とする他の社会主義諸国からは、社会主義とかけ離れていると非難されたが、西側諸国からはもっぱら好意的に受け止められた。1952年、KPJ は、ユーゴスラビア共産主義者同盟、SKJ と解消した。その後は、党内外の反政府勢力を抑えながら、 自主管理社会主義に基づく地等の個人指導体制が1980年まで続くこととなる。機構としては、ユーゴスラビアを構成する6つの共和国、すなわちセルビア、モンテネグロ、スロベニア、クロアチア、ボスニア、ヘルセゴビナ、マケドニアのそれぞれに共産主義者同盟が丘。それらのまとめ役として、ユーゴスラビア共産主義者同盟というトップ機関があるというものであった。 1980年に地頭終身大統領が死去、SKJ は集団指導体制に入った。しかし、多民族国家ユーゴスラビアをまとめていた地頭のカリスマ性が失われたことは大きく、SKJ の指導性は急速に崩壊を始めることとなる。その打開策として、連邦を構成する六共和国の各共産主義者同盟の権限を大幅に、 拡大するなどの施策を講じたが、かつての影響力を回復することはできなかった。1987年、セルビア共産主義者同盟、後のセルビア社会党の初期長に、スロボダン・ミロシェヴィッチが就任。彼のセルビア至上主義とも言うべき、民族主義は、SKJ 全体の連帯維持に亀裂を生じさせ、六共和国の各共産主義者同盟間の対立が激化し、 1990年の SKJ 臨時党大会でセルビアとスロベニアの共産主義者同盟が SKJ から離脱。契機に SKJ は共産主義政党、社会主義政党、社会民主主義政党などに分裂解体し消滅した。セルビア共産主義者同盟は1990年にセルビア勤労人民社会主義同盟と合併し、セルビア社会党となった。 クロアチア共産主義者同盟は1990年に共産主義者同盟イコール民主変革等と解消。1994年にはクロアチア社会民主主義者と合併し、クロアチア社会民主党となり、現在に至る。マケドニア共産主義者同盟は1990年に、マケドニア社会民主同盟と解消して、現在に至る。スロベニア共産主義者同盟は年に、 スロベニア民主革新党と解消、その後1993年に社会民主同盟、労働党と合併して社会民主党となり、現在に至る。ボスニア・ヘルツェゴビナ共産主義者同盟は1990年に、ボスニア・ヘルツェゴビナ社会民主党に解消して、現在に至る。モンテネグロ共産主義者同盟は1991年に、 モンテネグロ社会主義民主党と解消て現在に至る。SKJ 自体は消滅したが、SKJ の路線を受け継ごうという動きは存在した。その一つが、ユーゴスラビア新共産党である。NKPJ は、旧、KPJ の伝統を受け継ぐ、後継政党であると自認していたが、SKJ の地頭主義とは異なる路線を取った。その他に、旧、 SKJ の軍人を中心としたユーゴスラビア、運動共産主義同盟や SKJ の名をそのまま踏襲した政党があったが、いずれもその影響力は小さく、間もなく衰退していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。